あ、どうも。よろしくお願いします。すいません、よろしくお願いします。すいません、お願いします。もしもし、聞こえるか。聞こえます、先輩。今、高橋がよく現れる雀荘に潜入した。今のところ高橋らしき人物は確認できない。確認したらすぐに連絡する。わかりました。絶対に今日高橋捕まえるぞ。いいな。はい、お願いします。お願いします。お願いします。おい、いける？なんで行けねえの？おい、行かせろよ。いつも来てんだろうか。あ、ロンです。ロン？16,000。先輩、そちらの状況はどうですか？あ、16,000だ。はい。あー、なんか違う。16,000。今、高橋らしき人物がジャスに来た。あ、来ましたか。ただ、まだ高橋かどうか確信が持てない。もうちょい様子を見たい。わかりました。では確信が持てたらすぐ声かけてください。わかった、また連絡する。お願いします。ロッ。うわ、12,000で飛びです。飛びか。もしもし、高橋だけどさ。マジかよ。お前どうなん？12,000。飛びだよ。あ、先輩、状況どうですか？あー、飛んだよ。え、高橋飛んだんですか？あー、違う、高橋が飛んだんじゃなくて。え、あー、違う、高橋じゃないかもな、あれな。いや、でも高橋。そうっすね。やばいっすね。で、そう。ロンベ。うわ、マジかよ。フィールドライチで2000点。フィールドライチ2000点。ここら辺、うわ、ちょっと僕が警察いるみたいだから。こっち13面待ち。警察いるみたいだから俺帰るわ。やばくないっすこれ。高橋いました、高橋いましたって言ったら来てないって言っといて。俺に潰されるこれ。危ねえからな。あ、上がれねえのか。危ねえよ。また来るわ。不思議な。いや、初めてですよこれ。先輩、状況どうなってるんですか？うわ、マジで。ちょっと高橋がなんか外出たって聞いたんですけど。絶対いけると思ったわこれ。先輩、何がいけないんですか？す、先輩。いや、これないよこんなの。ちょっと、もう一段ちゃんお願いします。先輩、赤ウーが積もりてんだっていうチャンネル知ってますか？ちょっと登録してほしいんですけど。ロン。うわ、マジかよ。きつ、また飛びだよ先輩。